はい、ではやっていこう。すごいな。微妙なラインで見えんのは微妙にちょっと微妙に前がある。とりあえず奥村開けたくて、ちょうど3のリロードが出たの。チャンス。弱い敵だけど物理は効かないのね。来い。弱点が狙えるな。どうか敵を撃破。ヘルパー。弱点をつけるみたいだ。よっしゃ。みんなお疲れさんだ。さて、多分レベルが高いから働いた。働け。危ないやついるぞ。さすが。ちょうどいいわ。物理攻撃だけど終わるんやった。マニーストリアス。あっという間。お？そうだな。
むふむ。よし、石発見だ。見てみろよ、ワイヤーで移動できるぜ。でか。ほい。これって。何か。し。しんきてん。おいおい、そうね。どこかに、
そうね。なんですけど、大変するぞ。これは無印の時のデザインなこの雰囲気。お。そうだな。大丈夫。どうだ。行こう。書くか。正体を見せろ。この状況うぜえな。こっちが有利だ。弱点がわからない。ヘルトだ。こりゃいろいろ試すしかないな。別の手があるはず。いた。どれ、我が半身引導を渡す。ペルソナー。
あるな。ヘルプだ。コーネ、誰かと鍋を。やりすぎな。我が決意の証を見よう。怒りしオナの体力やばいから。ペルソナ食らえな。いい加減一緒に。体力を万全にして、敵の攻撃がすぐ来そうだわ。アイテム確認。 HP 回復全然ないな。きっとこれね。見事な判断だぞ。モナが切れちゃった。お願い、落ち着いて。そこか。チャンスじゃねえの。ほら、吹っ飛べ。カム、見直したぞ。動くんじゃねえぞ。まあ、いや。すぐ怒りそう。ここは真面目に答えとこう。マジか。はあ、じゃあな。くそ。さすが。よし。とりあえずガルベンが消えるか。
そういう。
ようか。よし、俺のペルソナに新たな力が。ジョーカー、よーし、やめてやる。シナマ姫、くらえ。敵だ。さすがジョーカー。有効な攻撃はあるけど、弱点を探ってみるのも悪くないな。強い敵のようね。弱点の火炎攻撃を狙いましょう。死ぬことはないと思う。つけておこう。
よっしゃ。見ろ、お宝のある建物だ。かなり近づいたな。あんくらいの距離なら、馬鹿正直に屋内を進まなくても外から行けんじゃね。なるほど、試す価値はありそうね。その辺にセーフルームない？見つけとくと楽になる。お、そうね、どうだ、よし行こっか。書くか。では、また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。うん、あー、副長が素敵に。もういけるか。チェ、暴いてやる。あれ絶対危ない。そこだ。みんなお疲れ様。みんなお疲れ様。さて、火炎が効かない。格下なのに厄介だな。残りはまず刺激波。バトンタッチでダウンを狙え。炎剣技量がまだ終わらないぞ。なるほど。ミラジー。敵2体ダウン。ノーエ
すんじゃない。いい判断ね。ボコボコにしちゃう。これで一投ね。デザイン、認知の影響が。より一層の構成に励む。ユスティーヌ交代だ。登録を行うのですね。登録するのですか。本当にいいのですね。登録するのですか。警報中だ囚人。より高みを目指すぞ。防具でも高みを目指せ。ほほう、こうなる新たな姿へと。張り切っていきます。まとめて処刑です。探りなさい。なるほど、これは強いペルソナです。引き継ぐ技能を選びなさい。大きな力を授かって生まれでは始めよう。
警報中の合体です。やめるのでし、もう終わりか。なんだ。着いたな。本当にまんま工場じゃん。何作ってんだろう。エスケープトゥユートピア計画関係あんのかな。つうか従業員の連中、なんか動き変じゃねえか。残念ながらユートピアってイメージとは正反対の光景ね。このコンベアと人の配置、うちの会社のバンズ工場、そんな。少なくとも奥村はこう考えているわけか。ノワールにはすまないが、控えめに言って非道だな。まあ改心させりゃ済む話だ。行くぜ。暴いてやる。金手に入れた。うん。あれ終わったのか。開けないな。
あーやっちまった。暴いてやる。暴いてやる。暴いてやる。敵を撃破。さすが。どうか。
っと相手になりません。極めてる。正体を見せろ。ないんや。正体を見せろ。こいやつはね、こっちが有利だ。焦るなよ。敵の相性さえわかれば。隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。この技じゃない。ここでペルソナだ。ほら、なかなかやるな。みんな俺のものだぞ。調子だ。どうやら
感じるぞ。正体を見せろ。よかったね。オッケー、先を急ごう。さて、暴いてやる。まだ逃げないんだよ。こっちが有利だ。ヘルトラ弱点を受けたみたいだ。あれどうか、敵を撃破。さすが。ねえねえ、私に撃たせてよ。ヘルパンサー。まあいいや。ねえ、暗そうなやつ、ふわっと答えとけばよさげ。暴いてやる。ルイス成功。6点を隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。そな奪え。さすが。答えねえな。感じるぞ。セーフルームがあるか。
うね。どうだ、行こう。書くか。よし、めっちゃ似合う。これで負けたら承知しないからな。やっ、弱点をつけるみたいだ。いただいていく。敵全滅、さすがゾウだね。オッケー、先を急ごう。さて、正体を見せろ。これしまえって。クイズ成功。弱点がわからぬ。火炎は効かないわよ。ペルソナ。相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。よし、関係が欲しいな。アステリオンが早くねえねえ、しかし暴いてやる。なんだこれ。あれ絶対危ない。相手は隠した。疾風属性の攻撃で倒して。ペルソナ外か。あれ、うまい。
発したくなることもある。みんなお疲れ様。みんなお疲れ様。さて、これで負けたら承知しないからな。物理が効かないわよ。不用意な攻撃はしないで。よっしゃ。正体を見せろ。チャンスだ。とっちめろ。火炎は効かないわよ。
動きます。次行けな、ヒカリ。ミラディ。そこに強撃が。コール。動かないでも。持ってた。みんないい感じだったね。みんなお疲れさんだ。力が湧いてくる。さて。できるのかわからん。
しい力、これでもっと戦える。んだよ、手ごっ。こき使われて洗脳されて、あげく叶うわけない我が輩だと戦わされるわけだ。我が輩、人間に戻ってもこんな扱いだけはごめんだぜ。あら、先進もう。ノワールも暗い顔しないでさ。よし。どうやらこの雰囲気セーフル。この区画のエアロック、まさか宇宙に出たりしろってこと？控えめに言って死ぬな。あー、でも目鼻口を固く押さえて一気に飛べば割と30秒くらい大丈夫らしいよ。人体って破裂とかはしないらしい。意外と怖えな、おい。はあ、だからあれなんか新たなセーフルームを発見したな。ベルトーチカチルドレンでクエスパラヤが。クエスパラヤ、ね、やるか。のガンダム入る。新しい情報出ないか。ユスティーヌ、交代だ。登録ですか？登録するのですか？本当にいいのですね。登録するのですか？主人、より高みを目指すぞ。予想外を覚悟しとけよ。まとめてギロチンだ。まとめて処刑です。覚悟して進め。強力な力を持っているな。張り切っていきます。
探りなさい。今日は強めに締めます。高みを目指せよ。これが処刑後の力を一つに。マガルーだ。もうやめるのか？終わりですか？なんだ。見るのですか？登録を行うのですね。登録するのですか？囚人を数多の犠牲も力を得るため。何を悩んでいる？このような力を宿っていささか手荒になるな。何を悩んでいる？処刑後のペルソナを力を一つに。さっきのポージングが流れば。
15枚やめるのか。ジュスティーヌ、お前の登録ですか。本当にいいのですね。終わりですか。なんだ。時間です、囚人。やるか。どうするんだ。そうだな。うん。どうだ。行こう。探索。この程度。これって…
しょうか。正体を見せろ。この状況うぜえ。あれ絶対危ない。ヘルプだ。このぐらい楽勝だよ。筆を洗うよりたやすい。覚悟の時間だ。ペルソナ食らいなよ。死に変わって。ジョーカーが殺す状態。どうだ。パワーダウンして力が出ないよ。ご覧あそばせ。キザメの進歩。よし、レベルアップ。この技、早速使わないとね。石は二つ目だね。探索も順調そう。
きなしでもういつできるようにしてほしい。異人モードだった。認知世界の影響が弱い。ほ。そうだな。うん。どうだ？行きましょうか。よし、ということでちょっと一回